アントラム、史上最も呪われた映画。決闘のジャンゴー、マキウ、侵入写真、ダルファイダー、おっぱいとお月様、メガドロ、デビルズゾーン、トロ、宇宙からのツタンカーメン。ということで、まあこれ今年は誰も X でやってませんでしたね。まあ今年の明けおめはマニアックなね、タイトルから選びました。まあただめでたいね、タイトルがほとんどないっていうね。まあこのおっぱいとお月様ぐらいでしたね。まあマチルダめのおっぱいで、みじこチャンネルは今年初日の出を迎えました。というわけで、皆様明けましておめでとうございます。今年もみじこチャンネルをよろしくお願いいたします。広島の映画アニメの DVD ブルーレイといった円盤コレクターであり、そして映画検定2級取得の映画マニアで、そしてよいしょ、ゴジラ検定初級中級取得の公式認定のゴジラマニアで、こういった漫画を書いて Amazon Kindle で出しております。無料でタダで読めますので、ぜひみじこでガスよそー。というわけで、年明け一発目は自己紹介フルバージョンお送りいたしました。さあ2024年来たーっ、口頭でまずはこちらをね、よそこの巨大なね、箱で、開封していきたいと思います。こちらね、去年の4月にね、買って、で今年の、まあ、一発目の、ね、動画で開けようと思ってね、まあ、つまりこの動画で開けようと思ってね、もうずっとね封印しとったんですわ。その封印をねついに解きます。さあ来てくぞ。というわけで、オープン。うわぁ、うわ、でかっ。よいしょ、こいや、うわ、これすげえ。いやこちら、ギガンティックの、1974年、メカゴジラの玉仙道秘密基地カラーバージョン来ましたー。あーすげえ、マジでゴジラめ、メカゴジラがお前と同じ性能だと思ったら、大間違いだぞ。うーわー、めちゃくちゃかっけえ。まあ、メカゴジラといったらもう、この頭のてっぺんからね、まあ、てっぺんはアンテナになってますね。で、足のつま先までね、もう全身武器になってる。こいつっすよね。もう、他のメカゴジラともう火力が違いますね。もうこの目のね、スペースビームからで胸のね、クロスアタックビーム、確かこれ開くと思うんですけど、ちょっと開け方が分からない。であと指のね、フィンガーミサイルとかね、もうそれらがもう一斉に、発射した時のお祭りか、もう半端ないですよね。ってテンション上がってますが、まあ今年ね、2024年はこのねゴジラ対メカゴジラ公開から50周年になりますね。いやーメカゴジラ生誕50周年50歳おめでとうございます。いやーまあこちらの時はね、もう毎日ちょっと拝ませていただきます。さあ2024年来たということで、ね、まあ
今年はね、ジョージ・ミラー監督作品で、マッドマックス怒りのデスロードの前日譚のね、フェリオサが今年の覇権を握りそうなほどね、楽しみですし、あとクリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマーもね、まあ今年の公開が決まって、まあ、これも絶対、見に行きたいですし、あとジュニー・ヴィルヌーヴ監督のね、ドゥーン砂の惑星のパート2も、楽しみですね。でゴジラ対コングもあるけど、でもなぜかね、猿の惑星感が出ていてね、まあ見には来ますけど、もうでもあまり期待できないというかと思っていたら、その猿の惑星の前日作の、シリーズの最新作ね、キングダムもあってね、まあこれも楽しみですね。でミッキーのね、まあ蒸気船ウィリーのね、ミッキーマウスがパブリックドメインになったことで、もう早速ね、まあクリスマスについてホラー映画になってますね。これは見に行きたいですけど、でもまあこれもどうでしょうかね。で今年はね、あ去年はね、去年は日本産のね、サメ映画も盛り上がってましたが、今年もね、まあみじこがね、クラファンに参加した温泉シャークもね、公開されますし、まあ、これ楽しみですね。であと今年もまあ過去作のね、4K リバイバル上映がね、増えていて、まあ特にね、セルジオ・レオーネ監督でクリント・イーストウッド主演のドル3部作がね、4K 上映ありますね。まあ今まで、ドル箱って言ってましたけど、まあドル3部作なんですね。まあでもこのニュース聞いても興奮しましたね。まあ2024年もね、新作が、まあ、豊作そうですしね、であと過去のね、タイトルが 4K で、美しく蘇ってね、上映されるそうでね、まあ楽しみですね。そして円盤の方もね、まあ延期になっていたね、ゼクーさん TC エンターテインメントさんのね、アリエーターのブルーレイに、あとスティングレイさんからもね、まあ続々と出るみたいですが、まあ中でもね、ジョン・カーペンター監督のニューヨーク1997の、ね、続編のエスケープフロム LA が、ね、ついにブルーレイが来るみたいですね。いやー待った甲斐がありましたね。まあこれでね、カンペーター作品はね、まああとザ・シンガーと、ヴァンパイア最後の聖戦でね、ブルーレイフルコンプいけますね。でそしてね、再販という面でも、期待できるのがヘルレイザーですね。まあ今キングレコード版がね、廃盤になっているんですが、でも 4K 版がね、まあ公開になったばかりなんで、まあ、4K 版のディスクをね、期待できますね。まあサスペリアパート2みたくね、まあ廃盤からね、4K 復活する名作も今年はね、期待したいですね。でそして今年はね、ニューラインさんのね、ホラーマネクシリーズで、ね、2年ぶりに怒涛に、発売されますんでね、まあ、こちらも前作にね、コンプ目指して追っていきたいと思います。いやー今年もね、どんな新着の円盤が出るかとっても楽しみですね。まあ願わくばザ・グリードブルーレイ来てほしいですけどね。というわけで、新春企画やっていきます。第1弾はね、いただいていたご質問にお答えしていきたいと思います。まずはね、ジョージ・シンさんからのご質問ですね。ジョージ・シンさん、いつもご視聴、コメントいただきありがとうございます。で、質問なのですが、初めての劇場での 3D 作品 IMAX、4DX は何の作品でしたかということで、まあこれ 3D と、ね、4DX はまあすぐ出てきましたね。まあ劇場初の 3D はこちらのヒックとドラゴンですね。まあ映画ファンだったらね、まあアバターに、なるんでしょうけど、まあ身近アバター行かなかったんですわ。でこちら初めてね、劇場で、3D で見てめちゃくちゃすげえってなりましたね。まあ冒頭のね、ドラゴンたちの襲撃シーンのね、まあ、炎とかもね、もう立体感、まあ、迫力もね、すごかったですし、あとトゥースに乗った時のね、まあ、あの空飛んでるって感じでね、もう解明するスリアーと障害物をね、もうギリギリで避けるあの躍動感ね、まあ、ほんと飛んでるって感じがしてね、もうほんと素晴らしかったですね。まあアバターよりも、でもこれが初 3D で
マジで良かったと思っております。で 4DX はこちらの、メグザモンスターですね。なんだけどもこの回がね、もう見に行った回がもう最悪でね、もう隣にね、座っていたカップルの、ま、男の方がねもう本当最悪でねもう始まる前からね、足をね、前の席の上に、置いていてね、もう店員さんに注意されていてね、あこいつやべえなともうマナーできてねえじゃんと思っていたら、まあ本当その男の人ね、もうなんかつまんなさそうに、まあブツブツなんか言いながらまあ見てましたからね、うん、まあ彼氏の方はまああんま映画好きじゃないって感じでしてね、まあ多分彼女の方がまあ見たくて来てたっていうっぽかったですけどね、まあサメ映画好きの女性と思ったらもういやなんて素晴らしいんだって、なるんですがまあでも多分ね、ステイさんも目当てやとは思うんですけどね、で何もないシーンでもね、なんか席がゴタゴタ震えてるんですよね。と思ったら、なんか彼氏の方がね、なんか貧乏ゆすりしてたみたいで、だからもうずっと席揺れてましたね。わー、なんてことするんだって。まあ、あれはちょっとね、もうがっくりな映画体験でしたね。で、IMAX なんですが、これちょっと覚えてないですよね。まあ、シン・ゴジラかなと思ったら、まあ、シン・ゴジラって、2016年7月公開なんですけど、でも、広島で初めてね、IMAX が来たのが、まあ調べたら、2017年12月だったんで、違うんすよね。で、2018年の作品で調べていたら、まあ、多分、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーが、初 IMAX だと思います。まあ、これ昔ね、感想動画撮っていて、まあ、チケットに IMAX2D ってね、書いてましたんで、まあ、多分これですね。もうあんま覚えてないですけど、まあやっぱ映像と音はね、やっぱりノーマルスクリーンとは別格なんですが、まあこれミジコのね、まあそれってあなたの感想ですよね、案件なんですが、まあ正直ね、IMAX とノーマルの、まあ画質の差がまあわかんないですね、まあ自分が目が悪いっていうのもまああるんでしょうけど、まあ最初は綺麗って、なるんだけど、でも途中からね、気にならなくなってきてね、まあそうすると追加料金払ってね、見る意味あるって、なって、で最近 IMAX 行かなくなってますけどねでお次は F フォレストさんからのご質問ですね。F フォレストさん、いつもご視聴コメントいただきありがとうございます。で買ってから積んでる、ま、並べてあるだけで、一回も見ていない円盤はありますか。まあ、自分は300枚くらいね、ブルーレイ持っているんですが、もうすでに何十枚も溜まっていて消化が追いつかないです。で3000枚以上コレクションされているみじこさんですが、映画館やレンタル含めて、完全に未鑑賞の映画作品がどのくらい棚に眠っているか知りたくて、ご質問させていただきましたとのことですが、まあ全然見てない映画が何であるかですよね。まあそうですね。DVD 合わせて1500枚ぐらい見れてないかもしれない。まあやっぱ見る量より、ね、入ってくる量の方が多いですからね。まあこうして、これジャッキーのメダリオンなんですが、これ。買った時のそのまま、未開封品なんですが、でもこれレア版でもう今 4,5 万ぐらいして、なのでもう怖くて開けれないっていうのも、ありますし、まあレンタルしてるわけじゃないんで、まあ、焦って見る必要は全然ないと思いますけどね。まあいつでも好きな時に見たい時に、まあ気が向いた時にね、見れるっていうのはね、円盤持ってるメリットなんでね。まあサブスク見たくね、まあ前は配信していたのに今はやっていないとかで、そのまま見れてるけど、まあいつね、追加料金取るようになるかわからないから早く見ないとって、まあそれは円盤ではなりませんからね。で買った円盤焦らずね、まあ映画を消化するっていう、まあ表現するような、まあ例えば4000本見たとかね、まあ本数でマウントするようなね、まあそういう
つまんない見方するよりかは、まあ本編はね、何度も見たり、あといろんなバージョンのね、吹き替えを見たりで、あと大ボリュームのね、映像特典と合わせたりとかね、まあ一つの作品をまあじっくりね、満喫するっていう見方をする方がまあ僕はおすすめですけどね。まあちなみにミジコはね、まあ年末からサスペリアパート2のね、ボックスで、まあ3パターンのね、本編を、まあ合計今のところ8回ぐらい見てますけどね、まあその違いをまあじっくり、楽しんでますけどね。で映像とかでもね、これからゆっくり、ね、見る予定ですけど、まあ見るのはもうマイペースでいいと思います。まあ買うのはね廃盤になっちゃうとかするんでね、まあ、そこは焦って、買ったりしちゃいますけどねでもう一つね、F フォレストさんからね、来てるのと、あと196秀藤さんから同じ質問が来てますのでね、お答えします。196秀藤さん、いつもご視聴コメントいただきありがとうございます。で普通どういった視聴環境で映画を鑑賞されていますか、モニター、メーカーやらいろいろ教えていただきたいです。で今のみじこさんの再生環境はどんな感じですか。ですが、ま、みじこは、ま、モニターはこれ15年前ぐらいに買った、37インチのレグザーと、あと再生機はプレステ3ですもうプレステ3まだまだ現役です。まあこれだけです、まあ視聴環境はね、まあほぼこだわっていないっていうか、まあこだわれないというか、まあそっちにね、予算を回すくらいだったら、まあ円盤の方に持っていきたいと、なってますんでね。であとこういう機器に、ね、こだわると本当キリないですからね、まああんまり参考にしないでください。まあただそろそろね、4K で見たいんでね、まあ50インチ以上の、ね、4K テレビとプレステ5にしたいなとは思ってますけどねでは次、こちら和弘豊田さんで、読み方ね、お間違いないでしょうかいや間違ってたらすみません。で豊田さん、いつもご視聴、そして、毎度ね、気合の入ったね、長文コメントいただきありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、でみじこさんの3000数枚の全作品をアイウェイを順に並べたとき、最初と最後の作品は何ですか。まあ、ちなみに私の場合は、最初はアース2エコーで、最後はワンプラスワン、まあ、とのことで、まあ、ミュージックのコレクションの場合は、最初はアースでした。まあ、こちらネイチャードキュメンタリーですね。で、調べたらね、ああ、一軒家プロレスとか、ああ、閣議とかね、まあ、面白そうだね、タイトルありましたね。まあその DVD 買ったらね、一気に更新できますね、で最後はね、こちらのワンダーウーマン1984ですね。まあこれはワンプラスワンに負けましたかね。まあでも、んで始まるね、んで全部海さ流したっていう映画があるんで、まあ、これはありとあらゆるね、作品の中で多分これが、まあ、最後になると思うんですが、でもこの作品ね、円盤が出てたみたいですけどね、これはちょっと気になりますねでもう一件ね、トヨタさんからね、ご質問があって、私のコレクションには「ぬ」で始まる作品は1枚もありません。はて、頭が「ぬ」で始まる映画って何だろう。みじこさんは「ぬ」で始まるのをお持ちですか。お持ちでしたら、まあ、作品名教えてくださいとのことでしたが、まあ、ミジコもね、探したんですが1枚もなかったですね。ってことでね、こうして調べてみたらこんだけ出てきましたけどね。まあ盗まれたがね、つくのはまあ確かにありそうですけども、まあ、盗まれた、絶弾とか盗まれた浴場おいおいって、なっていたら右半分ほぼ濡れてるんですけどもこれぬるぬるカンカンって読むんですかね、であと濡れた唇に濡れた本能で濡れた夜でヌードの夜ヌードバカンスあ、ヌ行はほぼ
AV っていうかポルノ映画確定っすわ。まあ乳業ありますねってなったらあらまあってなりますねこれ。そしてお次はイブタンさんのご質問ですね。イブタンさん、いつもご視聴コメントいただきありがとうございます。で今まで買った中で、満足度が一番だったアニメソフトは何ですか？特典も含めて、ですが、これアニメ作品自体が好きかというよりか、まあ、ソフトの仕様でってことですかね。で選んできたのがこちらの、白雪姫ダイヤモンドコレクションですね。まあこちらこうしてね、アウターケース付きで、で中はこうして、DVD とブルーで、3枚組ですね。で本編映像も、ね、綺麗でも満足するんですが、でも特典映像の、ね、制作の舞台裏って、内容がもうこれがすごいんですよね。まあ本当この作品がなければ、まあ、今のディズニーはないっていうのが分かる内容で、ね、とっても勉強になりますね。であとこちらのライオンキングもね、もともとね、セルアニメなのにそれを 3D 映画に、ね、コンバートしてるのもすげえなってなりましたね。まあ 2D なのに 3D できるんだってなってもうびっくりしましたけど、まあ物の大群のところもすごい、本当すごいですね。まあ本当これをね、出してた時のディズニーはまあまだ素晴らしかったですね。もう今腐り果ててますけど。であとアイアンジャイアントのシグネチャーエディションももう大変満足ですね。まあ映画の内容も最高ですが、さらに、DVD の時では、ついていなかった映像特典が、まあ舞台裏とか、ね、メイキングとか、まあ、これでもかっていうぐらい、ね、ついてますし、あとさらに、もう大ボリュームの、ね、40ページのブックレットに、まあ、あとおまけで、ポストカードも、ね、まあ、ついていて、もう大変豪華ですね。でもう一個はこちらのよいしょグレンラガンのコンプリートブルーレイボックスですね。いやー重い、でかい。で中は、こうして、ディスケース、2枚、入っていて、で中はよいしょうわすげえ。まあここにね、まあテレビは本編はもちろん、まあ、劇場版に、あと短編作品のね、ブルーレイに、あとドラマ CD なのね、まあこちらにディスク15枚に、もうここにね、もう魂がもう全てぶち込まれております。いやーまあグレーヌがめちゃくちゃ熱いですからね。そこは満足なんですが、まあ、やっぱでかいのがなんていうんですかね、ちょっと出し入れ、しづらいですよ。でイブタンさんよりもう一個ね、質問があって、墓まで持っていきたい映画は何ですか？まあこれ、オールタイムベストはってことでしょうね。まあただここはね、こちらで選ばせていただきます。こちら、続夕日の岩盤地獄の決闘選ばせていただきます。まあ本当はねオールタイムベストを手に入れた、ぐらいの、作品なんですが、まあ映画が最高っていうのもありますが、まあ目的地がね、まあ墓場ですからね。まあこちら選ばせていただきます。でお次はこちら宮城秋広さんで、読み方お間違いないでしょうかね。まあ宮城さんいつもご視聴コメントいただきありがとうございます。で好きな監督男優女優それぞれ何名か教えてほしいです。でまたその方の監督作や出演作で、まあ特に好きな映画もことで、まあ、好きな監督はまあいすぎるぐらいですよ、まあ特にはまあ後ろの棚見ないでいこうか。まあ特には、まあまあ、ジョン・カーペーターかとかね、まあ、作品だと、幽星からの物体くすみ、ダークスターに、ね、で、ニューヨーク1997に、で、ゼーリブね、で、あと、スティーブン・スピルバーグ監督ね、まあ、激突、ジョーズ、で、あと、インディーに、ジュラシック・パークね、で、あと、ダリオ・アルジェントかとかね、まあ、魔女三部作に、サスペリアパート2に、フェノメナね、であとクエンティン・ターティーノ監督ね、まあ、デス・プルーフに、キル・ビル・ボリューム1にパルフィックに、レザーボアね、であとできたら、まあ、セルジオ・レオンで監督かな、まあ、ドル三部作に、あと
ウエスタンね、であと、クリストファー・ノーラン監督も忘れちゃいませんね、まあ、インターステラーに、インセプションに、まあ、ダークナイトに、であとわけは分からんけどテネットも好きですね、であとジョージ・ロメロ監督の、ね、ゾンビ三部作も好きですね。であと、あ、忘れちゃいけない黒澤明監督ですね、まあ、用心棒に、あと七人の侍で、あと野良犬ね、であとこれも忘れちゃいけない本田四郎監督ですわ、まあ、ゴジラのね、まあ、あと、地球防衛軍に、海底軍艦に、あとラドンに、であとサンダ対ガイラと、でそしてマタンゴね、であとアニメだと、まあ、コン・サトシ監督ね、まあ、東京ゴッドファーザーズにパプリカに千年女優に、パーフェクトブルーに、まあ、これ全部やでそして押井守監督ね、ビューティフルドリーマーに、パトレイバー1、2に、広角に、あとイノセンスね、あそして宮崎駿監督ね、まあラピュタに、モノノケに、クレヨンの豚に、で、あと、君たちはどう生きるか。で、そして、梅津やさみ監督も好きですね。まあ、カイトとか、メゾとかね。で、男優だったら、パッと出たのがね、サメル・ジャクソンと、トム・ハーディですかね。まあ、サメル・L・ジャクソンだったら、まあ、パロフィクとか、ディープ・ブルーとか、で、あと、スネーク・フライトとかね、アーダーと、キングコングのドクロ島の巨神とかね、でトム・ハーディだったら、まあ、インセプションとか、あとベノムとか、であと、ダークネットライジングの、ね、ベイン役ももう好きですね、まあ、サミュエル・ジャクソンとトム・ハーディは、まあ、地声含めてね、かっこいいしね、まあ、であとキアヌ・リーブスとかね、まあ、キアヌは、まあ、ジョン・ウィックスかね、キアヌはセレブなのに、まあ、一般人的な、ね、振る舞い方が、まあ、本当素晴らしいですからね、であとジャッキーかな、もうジャッキーはもう昔の映画だったらもうどれも好きですけどね、であと、まあ、シワちゃんとね、スタローンも好きですよね、まあ、シワちゃんだったら、まあ、コマンドで、プレデターに、ラストアクションヒーローね、まあ、もちろんターミネーター役もね好きですけどね、でスタローンだったら、まあ、まあロッキーやランポーまあベタなやつですけどね女優は難しいですね、まあ、最近だとやっぱマーゴットロビーかな、まあワンスアポンアタイムインハリウッドのね、まあ、シャロンテイトとか、まあ、まさにハーレークイーンとかね、であとシャーリーズセロンとかね、まあマッドマックスはね、もう坊主頭はね、もうかっこいいしね、あと名前ちょっと出てこないんですけど、エイリアン2のね、バスケスの人もいいねかっこいい、まあターミネーター2やね、タイタニックのでも、まあ、ちょいちょい出てましたけどね、であとまあ今サスペリアパート2見てるんで、ダリア・ニコルディもいいですね、まあちょっと仕草が可愛いんですよね、であとこれ忘れちゃうけど、スペースヴァンパイアのマチルダメーね。いやー素晴らしいボディ。おっぱい。で、あと、まあ、これ映画じゃないけど、ウルトラセブンの菱見ゆり子さん好きですね。あ、そういえば、最近、写真集出て、買ったんすわ。もうなんか、菱見さんね、髪型が変わるためにね、もうなんか、別人みたいに、ね、変わるんでね、いや本当に女優さんだなと思いましたね、菱見ゆり子さん大好きですでお次は最後ですね、こちらカシノさんで読み方お間違いないでしょうかね、まあカシノさんいつもご視聴コメントいただきありがとうございます、でみじこさんこんにちは、こんにちは、で中2でブルーレイ収集している男です、中2でブルーレイ集めるってすごいっすね。で、まぁ、あ、ちょっと飛ばして、最近、ブルーレイが増えすぎて、他に困っていますね。で、自分の部屋を取り囲むようにブルーレイが並んでいます。笑い。
なので、クローゼットの中にも丁寧に並べているんですけど、黒沢監督の 4K ブルーレイや燃えよドラゴン UHD などを、買ってるとおしまいですね、話題みちこさんのお知恵をお借りしたいですとの、ことで、もう中学生で部屋がブルーレイに囲まれてるって何者やってなるんですけど小遣いどんだけもらってんや思いますけど、いやでもすごい中学生ですね質問的にはまあもうブルーレイが部屋に置けないのでどうしたらええすかってことですよね。まあコメント見る限り弟さんがね、まあ、いらっしゃるってことなんで、まあ、弟の部屋を占領して置かせてもらうとかありかもしれないですけどね、まあ冗談を置いておいて、まあみじこ最近ね、レトロゲームのね、コレクターの YouTube チャンネル、見るのがもう大好きでね、まあ正月はもうまさに今ね、まあ、いろんな方のね、ゲームの福袋を開封とかね、見て、まあ面白がってますが、でそのコレクターさんの中で衣装ケースの中に、ね、まあ、バーってね、ゲームソフト入れてる方のを見てね、あこれ DVD やブルーレイでもいけるなと思って、いいなと思ったんですけどね。まあ衣装ケースってね、まああれ一つででもいっぱい入りますしね、であと衣装ケースって、積み重ねることができますからね、まあであと、埃やあと紫外線によるね、まあ色あせやあと傷やすればね防げて、まあ、他においてもまあ優れてると思ってね、これいいなと思ったんでね、まあまあ、こうして棚に入れて、まあ囲むよりかは衣装ケースをね、まあ、重ねて並べてね、まあ、その中に入れていた方が、まあ、よりね部屋に置けると思いますね、これどうです、いかがでしょうかということで、新春企画第1弾は、リスナーさんのね、ご質問にお答えさせていただきました。まあ、質問をね、くださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。まあ、これでね、まあ、ちょっとでもね、皆さんのコレクター生活をね、お役に立てると嬉しいですね。ってことで、まあ、次の新春企画でお会いしましょう。では、また。